地図アニベルセル、東京米アニベルセル、東京米で、結婚式アニベルセル、東京米は、東京都江東区有明3丁目にある、結婚式場、ショッピングモールである。運営は、青木ホールディングスの完全子会社であるアニベルセル。2002年4月27日オープン、暫定利用施設のため2021年9月5日を、もって閉館することが決まっている。 開業当時の名前はパルティーレ東京ベイウェディングビレッジスクエア。アニベルセルが旧社名、ラビスから改名したのに伴い、2011年1月に現名称に変更した。ウェディングビレッジには庭付きの一軒家を貸し切り、ハウスウェディングができるようになっている。お台場で唯一のチャペルがある。結婚を予定していない人も楽しめるスクエアには、 ヨーロッパをイメージした街並みが広がり、入り口にはフランスのパリをイメージした外線門がある。また、スクエアにはウェディング関連のドレスサロンやカフェが立ち並ぶ。営業時間は10時から20時。定休日は火曜日。ウェディングビレッジ来館者専用駐車場あり。投資機場は暫定利用施設のため、当初より本格開発が始まる前の期間限定の施設として、 運営されており、2021年9月5日をもって閉館予定である。跡地利用については、東京都が2020年に新たな開発事業者の公募を行った結果、テレビ朝日が同地を購入し、多目的ホールや集客施設、テレビスタジオなどからなる複合施設を建設することが、同年12月25日に東京都港湾局より発表された。 同施設の事業開始は2024年12月を予定している。ありがとうございます。